ありがとうございます。うどんタクシーの多田潤です。今日は高松市強盗町にあります久枝さんに来てます。こちらです。はい、では中ご案内します。をしたいんですけど、はい、冷やかけで、冷蔵庫、はい、から取り取ってください。あ、これを、はい、これですね、夏野菜トッピング。はい、今500円です、はい、ありがとうございます。わかりました、はい、シェイ、行きましょう。はい、では夏野菜トッピング乗せていきます。赤いパプリカ、これがナスビと、これはズッキーニですね、とかぼちゃと何かわからないです。ゼリーみたいなのが乗ってます。はい、あとこれもかな、これはトマトとミョウガと大葉です。わー、綺麗、夏らしいおうどんが完成です。ネギ、ネギも、はい、出来上がり。じゃあいただきます。替え玉システムをちょっと今からチャレンジしたいと思うので行っていきます。おかわりですね。はい、替え玉いただきます。100円です、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。替え玉100円でいただきます。熱いうちに食べてくださいね、はい、ありがとうございます。あ、大将おすすめのだし醤油を入れて、あとネギを入れていただきます。ごちそうさまでした。倉庫街って感じで、はい、倉庫街です。めっちゃ奥まっとるから偶然には通らんけど、通らないですね、狙って来てもらうというか、うんうん、じゃないとこたどり着かないですね。ここには一回来たら忘れた、はい、一回来てもらうための仕掛けはいろいろしたけどね、まず来てもらうっていうか、来てもらったら喜んでもらえるなんとかする、来てもらったらこっちの実力やし、うん、来てもらうまでのなんとかいろいろやってたけどね、うん、まあいろんなもの使ったりいろいろやったけどね、人が来るようになってるから、だいぶ、ね、人が人を呼んでくれてる感じはするね、今ね、うん、ファンがいっぱいいますもんね。ありがたいことね、まあ、いろんな関係の人が来るから、だから一回絡んで一丁紙してくれた人やったら、あ、すいません、水が出んかったから、まあ、長いことやればやるほど、だいぶ、ね、ここで、まあマニアックな場所でやって、うん、マニアックな、あえてなんかここでやった意味が出てくるかなと、あいつらしいわ、こんなところでやってっていう感じで。はい、こんにちは、どうも。はい、どうぞ。